安倍健一は、日本の軍人。第二次世界大戦における、日本海軍航空隊の撃墜用の一人、おつひ9期、比連10機太平洋戦線において、少なくとも単独で5機確実、不確実後、共同で5機の撃墜が確認されており、未確認ながら、さらに2機を撃墜した可能性がある。大分県の漁村出身。年月日。 オツシュ第9期飛行予科練習生となり、1940年11月卒業、第10期飛行練習生となる。当初宇佐海軍航空隊で艦爆の操縦教育を受けたが、後戦闘機に転嫁。大村海軍航空隊での延長教育を受け、1942年2月終了、第22高専司令部付戦闘機隊に配属されるも、 空戦の機会はなかった。1942年4月、カノヤ航空隊に転属し、9月よりラバウルに進出。9月29日、ガダルカナル島にて、小隊長、大倉関一飛惣と共同を4機を撃墜したのが、初戦火となる。以降、第253航空隊に所属していた1942年から1943年にかけて、安倍は、 ソロモン諸島及びニューギニアをめぐる戦いに参加した。翌1943年4月1日、ルッセル島上空の空戦で F4 対2機を撃墜。同年5月6日、負傷と骨折のために本土へ送還されたが、前線復帰がかなわぬままに1945年8月の敗戦を迎えた。ありがとうございます。